り。こんばんは。いらっしゃい。よりによってなんで今日いんのよ。俺の穏やかな食事時間奪っておいて言うな。いらっしゃいませ。はい、まずビールお願いします。はい。あと今日は軽めで、ほうれん草のごま汚しと本日の煮魚とささみの梅肉屋で。かしこまりました。どうしてかすみと一緒にいないのよ。お前には関係ないだろ。あります。メールで早瀬さんは食べ物何が好きって聞かれたの。なんて答えた。まあ口が子供だから、あやちゃんと同じものでいいよって。ハンバーグとかオムライスとか。もっといいこと言ってくれよ。嘘つけってこと。嘘とまでは言わないけど、煮魚とかささみの梅肉和えとか、30の男らしいそういうとこ見せていきたいんだよ。カッコつけたって結婚したらバレるよ。結婚ってそういうもんだから。よくわかってます。一回やったから。知ってます、結婚してたの。そりゃどう思う。するよね結婚、かすみと。お前さ、そういうこと男として軽々しく言えないだろ。ねえ、君が探しているのは休みの日にデートする男じゃないからね。結婚して自分とあやちゃんを支えてくれる男。分かってるよ。次に結婚する相手は絶対に幸せにする。どの女だって春よりは幸せにしやすいだろうしな。お待たせしました。ありがとうございます。じゃあうまくいってんだろ、あの富永さんと。逆です、長富さん。どっちでもいいよ。あ、思い出した。会いたいから次の休み教えてって言われてたんだった。連絡しなきゃ。